ジャンプ。こんにちは。さあ、豊さん、はい、阪神がクライマックスシリーズのファーストステージ敗退してしまって、はい、そのすぐ翌日です、こんな記事出ました。4番大山選手が国内の FA 権を熟考へということで、うん、どうやら FA 権の行使を熟考することが分かったと。もう翌日に分かったと。いや、考えるんでしょ。そうです、もう熟考することが分かったってことは、いや、それはFA 取ったら少しは考えるでしょ。ほら、もう僕は行きませんみたいな、単純に、はい、いや、それまでは、うん、もうプレーに集中してたんだよ、はい、だから終わったから、まあ、FA でもちょっと考えてみましょうかねっていうことだけなんだ、多分。ただ糸原選手と原口選手はもう残ると。じゃあ、そりゃ彼らは手を挙げたところで、うん、そんなにいる？欲しい。いや、俺は欲しいけどね彼らは性格もいいし、はい、一生懸命やるから、うん、いや、欲しいけど、はい、それにはお金が必要じゃない。もちろんそうですね。そんなには出せないし、うん、っていうことで、はい、まあ、残るという、はい、それは決断はしたし、うん、やっぱり自分たちの立ち位置っていうのを、うん、伊藤原も原口も分かってるよね、うん、ただそんな FA やってあげたって、うん、取ってくれるところはないんじゃないのっていう、年齢的に、ね、まあ、あとはもちろんね、阪神へ長い、ね、間いるので阪神愛っていうのはもちろんあるでしょうし、ね、まあ、そんな中、複数球団による争奪戦阻止へ球団は全力で慰留と出てますけれども、はい、これ、大山選手は関東の方がやっぱ、はい、縁があるというか。いや、だけどさ、はい、かつて昔、うんうん、鳥谷もそう言われた、うん、で、山崎幸也、最近では、はい、関東だ関東だって言ってて、北海道まで飛んだ、通り見ました。そんなね、出身地とか、うん、もうあっという間に飛んでいけるしさ、はい、そんなにはこだわってないと思うよ、うん、ただどうですか、今宣言残留っていうのがちょっと流行りみたいになってきていて、うん、他の球団の自分への評価も聞いてみたいですっていう意味で、もちろん残るっていうことも一つの選択肢として考えつつ、評価聞きたかったら俺のとこ来いってまだまたお前に何の力があるんだっていう、あ、コメントが見えたせみたいなまあね、いや、だけど、まあ、確かに優勝した時の、うん、もうね、全試合を4番で通したという、はい、まあ、実力者ではあるよね、うん、だから、まあ、引く手あまたになることはもう間違いない。そうですね、まあ、楽天しかり西武しかり、うん、まあ、ロッテでもいいしな。あ、そうですね、もうロッテも欲しいだろうし、はい、うん、まあ、DNA だって欲しい、うん、カープ、まあ、カープなんかも喉から手が出てるよ、で、ね、喉から手が出てるもう出てるぐらい欲しいだろうしな、はい、うん、だから、まあ、行くところはもういっぱいあるよ。オリックスだっていいと思うよ。これもし手を挙げた場合は、そういった球団、複数球団やっぱり行きますかね。それは来るよ。で、うん、交渉に入ったら、うん、もうマネーゲームになるよ。そっから上がっていきますよね、きっと。ちなみに大山選手の打撃の師匠がどうやらカープの新井監督らしいんですよ。なので、もうカープファンはぜひ師弟関係でいらっしゃいと、ファースト開けて待ってますと。いや、開けなくても開いてるから何偉そうにファースト開けてんだもん確かに。いや、誰をやらしてたんだって、今まで。そうでしたね。そうでしょ。あ、もう開いてますか。開いたらガラ開けだから、ぜひ来てください。そうだね。そうか、そうか。それはやっぱり、まあ、ファーストっていうよりもその4番というね、はい、軸という意味では、それは大山が行ったら、はい、それは広島はもう喜ぶよね。そうですよね。これはもう大山を軸に考えられるようになるよ、はい、そうですね、うん、で、大山選手というのは4番、もちろんその一発とか長距離っていうのはありますけど、やっぱつなぐ4番とも言われたので、そのフォアボールで出てチャンスっていう、まあ、そうだね、はい、どんな場面でもいろんなことをやってくれるっていうイメージがあるんですけれども、うん、まあ、それはやっぱり性格的にもさ、うん、真摯にもうジェンテルマンだよね、はい、一生懸命やってくれるしさ、うん、あの4番がもう本当にもう一塁まで全力疾走、そうです、怠らないしね、はい、だから隙のない選手というか、うんうんうん、まあ、そんな感じで俺は受けてるんだけどもね、うん、うん、だけど俺は将来的に考えたら阪神の監督できる子だよ。やっぱ性格的にも、はい、その野球に対して真摯に取り組む姿もね、それとそういう英才教育を与えていくと俺はいい監督になると思うよ、うん、だからこれをやっぱ阪神は手放さない方がいいし、うん、大山も俺は出ない方がいいと、残った方がいい、残った方がいい、うん、それはもう金をもらって
もういっぱいもらえ、そうですね、阪神球団からいっぱいもらって残るっていう、なんだったら代理人してやるからそんな資格ないけどね、お前出てくんなって、あコメントがまた出てた、いや今は豊さんも一緒に行ってくださいっていうふうに多分出てると思います。いやだけど本当にあの大山っていうのは、うん、俺はこうずっと大山がルーキーの時、うん、ずっと注目してたっていうのはやっぱ片岡ヘッドの時に入ってきたりだとか、うん、金本監督の時に入ってきて、はい、注目してた、うん、でずっとこうもうね不器用で下手くそだなっていうふうに思ってて、うん、まあだけどやっぱこう立派にな4番で日本一に輝きみたいな、うん、MVP だなと思ったら村上に持っていかないみたいなありましたね、まあ、そういうのもありながら、うん、でも俺は大山のあの性格とか真摯に向き合う姿、うん、まあ、そういうのは俺は将来的には監督やらしたいなっていうことは思ってる、うん、あとそのひたむきさとかが阪神に必要というか、やっぱり大山選手はそうだな、はい、そういうこう実直さがね、そうですね、なんか人を引きつけるし、うん、まあ、ファンの心を揺さぶるし、はい、うん、だから俺は残ってほしいけどね、うん、私は手を挙げて残ってほしいです。いやもうそれはどっちだっていいよ、うん、もう残るんだったら手を挙げたのと一緒だから、うん、ああそっかそっか、そうそうそう、だから複数年、うん、まあ30年契約でもしてくれみたいないや監督も含めて、あ監督って方も含めて、そのぐらいの人間だよ、そうですね、と俺は思う、うん、思います、ね、うん、その間に近本だとか、うん、ね、ああいう人間が監督やるかもわからないけど、はい、ね、大山監督、うん、森下バッティングコーチおお、ね、はい、ほんで大山が、ね、森下にお前任したと、うん、はい、ね、次の監督が森下と、お前がやれと、もう敷かれてるんですね、ルールは見えるんですね、なんかかっこいいよな、いやー人気出ると思いますよ、さらに本当に、うん、うん、まあ、相当森下には野球を教えなきゃいかんけどね、そうなの、そのためには、まあだけどそれは大山がやってくれると思うし、もうそこまで含めてですね、長期、うん、で豊さん的には大山選手ぜひ残ってほしいと、俺も大好きだからね、はい、あの大山が、うん、大山も大好きだし里輝も大好きだしさ、うん、ああいうなんかこう、まあ、エラーしちゃって、うんうん、頭にボール当ててみたいな、ありましたね、まあ、お茶目な負け方するよね、そうですねそこが何とも言えないところなんだけども、はい、でもやっぱこう一生懸命さとかさ、うん、なんか不器用なところが好きだし、うん、逆にね、はい、2人とも不器用だなとか思いながら見てるんだけど、うん、もう大好きですさ、うん、いやだから、まあ、大山はもう監督をやってほしいしなと思うんだよね、うん、だからもう FA とか、まあ、熟考しても将来的に何が一番ベストなのかっていうのをね、うん、で人生設計の中でいや監督なんかとんでもないと、うん、もう鳥谷みたいにいや僕はやらないですみたいな自由に行きたいですみたいな、はい、それだったらちょっと話は別だけどもね、うん、でもやっぱこう野球に真摯に取り組んで阪神タイガースを愛すんであれば、はい、絶対強いチームを作りたいと、うん、で阪神がこう上昇軍団になれるように俺は頑張るんだっていうふうに思うんだったら、うん、やっぱ残ってほしい人材だな、そうですよね、うん、あの糸井さんが X で大山選手多分出ていかないでみたいの書いたんですけど、すぐその後にあ俺が言える立場じゃなかったみたいな糸井さんあの、ね、FA で言ってるのでなんか自虐みたいになってたんですけど、糸井さんも多分大山選手に残ってっていうメッセージみたいな、多分糸井は過去のことを忘れるから、ね、宇宙人だ、まあ、そうだよまあだけど、はい、やっぱり糸井も俺と同じようなことを考えてるのかなと思うよね、うん、やっぱ彼の性格って本当、はい、捨てがたいよ、うん、本当にいいもん、はい、あの子は、うん、だから愛されるしね、そうですね、だからファンの人もそれは伝わってるはずだしね、うんうん、で見てるだけで性格いいっていうのは分かるだろうし、はい、で一生懸命やってるっていうのも分かるだろうし、うん、だからそういう選手ってなかなかいないしね、はい、でやっぱりそういう人に監督やってもらいたいです、はい、うん、だからそうだな、黙々とやるよな、うん、で4番の重圧に潰されそうになりながら、うん、でもこのままじゃやっぱりダメだと思って自らねファームに行かしてくれさいと、うん、なかなか言えないよ、そうですよね、うん、でも上がってきてしっかり結果を残すというね、うん、まあ、そういうことも体験済みだし、まあ残るでしょ、お残る、お多分彼もチャンネル見てくれてるはずだから、あ YouTube のこの動画をで必ず見てなくても糸原が伝えるよそうか、いや糸原よく見てくれてるから、あそっ
か。あ、いや、そうそうそう、豊さん言ってたよ、こういうふうに。いやいや、これもう店に行くから。あ、店に直にね。そう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 、動画をね、多分 LINE でこれ見てって送ってるかもしれない。ね、そうだな。うん、見てくださるといいですね。いや、いや、見てくれると思うよ。うん、あと見てほしいのはもう2選手。誰？梅野選手と坂本選手も、このダブルキャッチャーも FA どうなるかっていう。そうだな、はい、まあ、監督が変わったからね、はい、いろいろやっぱキャッチャーに対しての注文って、うん、まあ、それだけ大事なポジションだからさ、うん、まあ、岡田監督もまあ期待もしてたし、はい、注文が多かったよね。ただ岡田監督が辞めたということで雲行きが変わったというか、はい、このままだったら出ていくんじゃないかなと思ったけど、はい、藤川球児というこうね、まあ、新たな監督になったから、うん、これはやっぱ監督ともディスカッションするのかなって思うよね。藤川新監督とも、梅ちゃんと坂本は、はい、まあ、それによってじゃないの。ただ注文はね、俺岡田監督よりね、キャッチャーの配球ってものすごく気にすると思うよ、藤川新監督は。ああ、はい、だから、はい、より厳しくなる。いや、俺はそれが正しいか間違いかっていうよりも、うん、そういう性格だよね。もう合うか合わないかですもんね。うんうん、だからどうなんだろうな、これは。そうか、だ、ただ他が取るか取らないかだよ。このもし2人が手を挙げたとすると、キャッチャー欲しいっていう球団っていうのは、それはやっぱりさ、井上和樹っていうのが一緒にやってるから、両方とも。そうか、だからどっちかを取りに行く可能性はあるよね。ある。他の球団もキャッチャー、例えばヤクルト。ヤクルトはいらないと思う。いらないですか。ヤクルトは中村がいて、内山がいて、古賀がいて、松本がいる。今年か、中村選手がちょっと怪我でいなくなった時に、うん、ちょっと回らないみたいな感じ。いや、内山も怪我してたからさ。ああ、そっか、だからか、うん、余計だったんだよ。まあ、だけど内山もね、後半復帰したし、うん、だからあのキャッチャー姿見てると、いや、全然できるしね、はい、そんなには飛びついているっていうほどではないと。ないか、そうか。情報入ってきました。ヘルニアの手術みたいです。ヘルニアってね、はい、今知ってる？内視鏡でできる。日帰りとかってできるんですか？そう大丈夫ですか？大丈夫だよ。あ、座れますかね？谷繁がやってるから。あ、あの現役の時ですか？現役の時。あ、じゃあ大丈夫なんですか？自分で行って自分で帰ってきたんだから、運転して。ちょっと いやいや、それは、いや、本当ね、今ヘルニアの手術って、それは度合いによっては違うと思うけども、うん、やっぱ内視鏡でできたりだとかするんだよ、うん、そうなの。いや、だからやって1ヶ月っていうのはさ、まあ、それは動けないかもわからないけども、でも大丈夫だと思う。例えばそういうことも含めて、またちょっとアクシデントとか治りが悪かったりした時、怖いので取りたいな、手挙げたら坂本選手ください。そんなさ、いいか、うん、梅ちゃんと坂本、うん、そんな程度で取れるような選手じゃないよ。そうか、それはやっぱ戦力として、うん、取らないと、それはその誠意っていうのは伝わるよ。そうか、じゃあ他多分取るとこってなさそうですか。まあ、西武がね、可能性あるよね。今古賀しかいない。はい、そうですね。とか、はい、まあ、オリックス、まあ、若月選手と森がいるけども、はい、でもう一人って考えるかもわからないし、うん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 、まあ、広島っていうのも考えるかもわからないな。まあ、相澤がある程度もう年あるし、はい、で坂倉一本で行くって言ってもまだ心持たないしね。例えばソフトバンク、まあ、甲斐選手いますけど、なかなか例えば海の捕手がっていう風になると、うん、例えば、まあ、可能性はあるよね。可能性は、2年も行ったけどな。そうなんですよ。どこ行ったの？どこ行った行ったけどどこ行ったそうなんですよね。いや、だからまあそんな状態だし、うん、だからまあさ、取る可能性だってあるよね、盤石にするためには、うん、はい。ただ阪神は梅野選手と坂本選手両方に抜けられてしまったら、たまったもんではないので。たまったもんじゃないよ、はい、なのでもちろん引き止めに全力でいきますよね、うん、坂本と梅ちゃんタッグ組んでな二人とも出ますみたいな、ちょっと待ってみたいな、ちょっと大変なことになっちゃいますよね。いや、大変なことになる、うん、だからそこは、まあ、交渉になるのか手挙げないのかっていう、まあ、そうだね、まあ、それは大変だな、二人でな、うん、FA キャッチャーで。そうですよ、ね、そうなってくるとな。ただ2人とも素晴らしい選手なので。いや、そうそう、交渉の時に来シーズン半々でいきますよで納得をお互いするのか、うん、自分を主戦としてやっぱ使ってほしいってことを主張するのか。いや、それは形はそう、そんな主戦でっていうことじゃないよ、うん、
やっぱりこう言われるがままなんだろうけども、うん、それはやっぱり自分で一人で出たいっていう気持ちはあるにしても、うんうん、まあ、そう許さないのが今の球界だからね、うんうん、キャッチャーのポジションってね、はい、まあ、相性みたいなのもあるし、うん、そうですね、うん、だからそれは特に一本でやってくれるんじゃないと嫌だっていうわがままは俺は言わないと思う、うん、豊さん的には梅野選手と坂本選手は残ってほしい、残るべき、やっぱ残ってほしいな、うん、やっぱ2人とも味があるもん、そうですね、もうじゃなかったら中日に2人とも行けばいい中日にね、中日さん、まあ、FA 手を挙げた時に中日との交渉で、うん、いや自分が主戦に使ってもらえるんですかと、100試合以上約束してくれますかっていう交渉はできるよ、うん、はい、ただ阪神に残るっていう風になってくると、うん、まあ、そういう交渉はあんまりできないだろうね、そうでしょうね、うん、阪神はねこの、まあ、大変だけどね、はい、この3名が FA 権持ってるので、うん、坂本はバッテリーコーチだから大山政権の時梅野選手は梅ちゃんは2軍監督、2軍監督、わあ、もう長期見据えてますねもう徹底的に残そうと、その時は多分お疲れ生いないから平田はそうですか、そうそう、もういいだろう、もういいだろう、もう70超えてるから、そっかそっか、その時にはそうですね、そうそうそう、まあ、そういった長期の長い目で見た時も豊さん的にはこの3名阪神に残ってほしいなっていうところですね、まあ、まあ、人気ある選手だからね阪神でね、そうですそうです、だからまあファンもやっぱ出ていったら寂しいだろうし、うん、ね、残るって決めたらより応援がね熱くなるよ、うん、またこの3名残って、ね、もちろん原口選手も糸原選手もそうですけど、もう一度日本一あれを、ね、そうだよ、ね、目指してほしいですよね、まあ、原口のホームランが感動するしな、でしたね、うん、まあ、糸原がね涙もろいらしいよ、あ、そうなんですね、うん、もう最後のノック見て泣いてくれたって言うんだなんてありがたい、もう糸原残ってくれてありがとうって言ったら泣いてるかも糸原そうですね、もしかしたら、ね、はい、ね、はい